バレンシア、バレンシア、バレンシア語、カタルーニャ語バレンシア方言、カタルーニャ語バレアレス諸島方言、カタルーニャ語中央方言、カスティーリャ語、スペイン語は、スペインバレンシア州バレンシア県のムニシピ、基礎自治体、バレンシア州の州都であり、バレンシア県の県都でもある、港湾都市である。紀元前138年に、 ローマ人の植民地として建設された集落に起源を持つ。人口は約80万人で、マドリードとバルセロナに次いで、スペインで3番目に多い。の人口は調査機関によって異なるが、約170万人、約230万人である。地中海西部のバレアレス海に面し、トゥリア側の川口部に位置する。バレンシアの気候は温暖で、 降水量の少ない地中海性気候である。世界遺産に登録されているラロン派、国立陶器博物館、バレンシア大聖堂などがある。3月には、スペイン三王祭りの一つである、ファジェス・サン・ホセの日祭りが開催される、パエリア発祥の地である。は、ヨーロッパで5番目に、貨物取扱量が多い港湾であり、地中海で、 最も貨物取扱量が多い港湾である。バレンシアは地中海西部のバレアレス海の一部であるに面しており、トゥリア川がバレンシア湾に注ぐ位置にある。ローマ人によって建設された集落は地中海からトゥリア川を 6.4km 遡った位置にあった。市街地中心部から南 21km の距離にはスペイン国内で 最大級の淡水湖の一つであるアルブフェーラ型があり、1911年にはバレンシア市議会がスペイン王室からアルブフェーラ型を購入した。1986年には文化的、歴史的、生態学的価値が認められ、バレンシア州政府によってアルブフェーラ自然公園が整地された。2001年のバレンシアの人口は809,267人であり、 スペインで3番目、欧州連合で24番目だった。バレンシア都市圏の人口は調査機関によって異なるが、demographia.com は156万1000人、ユローシュタットは156万4145人、シティポピレーションなどは170万5742人、オーガニゼーション・フォー・エコノミック・コーペレーション デベロップメントは230万人、ユローシュタットは251万6818人としている。2000年にはスペイン国外生まれの比率が1.5%だったが、2009年には9.1%にまで増加した。この現象はマドリードやバルセロナでも起こっている。国外出身者の主な出身国はエクアドル、ボリビア、コロンビア、モロッコ、ルーマニアである。 バレンシアは熱帯地中海性気候であり、欠片の気候区分では草である。穏やかな冬季、長く暑い夏季を特徴としている。年間平均気温は摂氏18.4度である。最寒月の1月は最高気温が摂氏13度から21度となり、最低気温が摂氏4度から12度となる。最寒月の8月は最高気温が摂氏28度から34度となり、 最低気温が摂氏約23度となる。地中海への近さやフ平ン現象のおかげで、冬季にはヨーロッパで最も穏やかな地域である。バレンシアの1月の平均気温は、北ヨーロッパの夏季の平均気温に匹敵する。年間日照時間は2696時間であり、冬季の12月は155時間、5時間、日、夏季の7月は315時間、10時間、 日である。海水の平均気温は、冬季が摂氏15度から16度、夏季が摂氏26度から28度である。平均相対湿度は4月が60%であり、8月が68%である。イベリア人はこの土地をと呼んだ。紀元前138年、約2000人のローマ人植民者がこの地に、ウアレンティア・バランティア、強さ、 活力の世を建設して定住した。ワレンティアは典型的なローマ都市であり、河川が海に注ぐ位置にあり、ローマ街道で帝国の首都と結ばれた。植民地の中心部は今日のビルヘン広場周辺であり、公共広場があった。この場所ではカルド通りとデクマヌス通りが交差していた。カルド通りは今日のサルバドール通りとアルモイナ通り、デクマヌス通りは今日のカバリエロス通りに相当する。 紀元前75年には、ポンペウスとセルトリウスの争いによって破壊されたが、ワレンティアは、約50年後に大規模インフラ計画とともに、再建されると、一世紀半ばまでには急激な都市成長を経験した。地理学者のは、ワレンティアを、ヒスパニアタラコネンシス属州有数の都市と呼んでいる。しかし、三世紀頃に衰退した。その後、四世紀に、 キリスト教家が起こった。数世紀後、スエビ族、バンダル族、アラン族、あとに、西郷都族など、ゲルマン人のイベリア半島への侵入と、ローマ帝国政権の崩壊による支配者の空白状態が同時期に起こった。カトリック教会が都市の支配権を我が物都市、ローマ人のヒカトリックの制度にとって変わった。554年には、 イベリア半島南西部にビザンツ人が侵入し、バレンシアは戦略的重要性を得た。625年にビザンツ人が追放されると、西郷ト族の軍隊が登場し、古代ローマの円形闘技場を要塞化した。西郷ト族による支配の歴史は約百年間だったことが知られているが、この期間の出来事はほとんど考古学的文献が残っていない。 発掘調査によるとこの期間の都市の発展がわずかであったことが示唆されている。西ゴート時代のバレンシアはトレド広塚サ教区の階に位置する付属市教区ではあったが古代ローマ時代のヒスパニアカルタギネン出属州の範囲からなるカトリック教会の市教管区が置かれた。714年にムーア人、ベルベル人とアラブ人がイベリア半島に侵入するとバレンシアは 戦うことなく降伏し、サンビセンテ大聖堂はモスクに転換された。あとウマイヤ朝の初代アミールであるアブドアラフマーミ一世は755年に都市の破壊を命じたが、何年か後には息子のアブドゥラがバレンシア地方全体に対して自治規則を規定した。アブドゥラの統治下では都市内のルサファ地区に豪華なルサファ宮殿の建設が命じられた。 アブドゥラの病は発見されていない。また、同時期のバレンシアは、砂の町との異名を授かった。イスラーム文化が都市に定着すると、10世紀には紙、絹製品、比較製品、セラミック、ガラス、銀製品などの活発な交易活動が理由で、バランシアと呼ばれるようになった。この時代の建築的移行は、豊富に残っており、今日でも、旧紙壁、浴場、 ポルタルでバルディグなどり、大聖堂、古いモスクのミナレットであるエルミカレットの塔などを見ることができる。バレンシアのハティバ、シャティバには、シルクロードを経由した中国の製紙技術がもたらされ、ヨーロッパ発の製紙工場も作られた。1002年に後マイア朝の最小であるが死去し、支配者の死去に伴う騒乱が起こった後、アルアンダルスは、 大ァと呼ばれる数多くの小国に分裂した。そのうちの一つがであり、1010 10年から1065年、1075年から1099年、1145年から1147年、1229年から1238年の4期間に存在した。11世紀のバランシアは、バレンシアの大ァの勃興によって生まれ変わった。都市は成長し、アブドアルイコール、 アジズの地勢には新たな斜壁が建設された。今日でもこの斜壁は旧市街全体を囲むようにして保存されている。カスティーリア人貴族のエルシットは地中海に面する広告の建設を目指し、キリスト教徒とムーア人を組み合わせた軍隊でバンシア地方に入り、1092年には都市の包囲を開始した。1094年5月までには包囲が完了し、 1994年から1999年7月までのバレンシアはエルシットの統治下にあった。キリスト教徒であるエルシットの統治下で、旧のイスラームモスクがカトリック教会に転換され、フランス人修道士のジェロームガに任命された。エルシットは1999年7月に殺害されたが、妻のはムラービト町の包囲から都市を守りきり、その後の2年間バレンシアを統治した。 バレンシアは1102年までキリスト教徒軍の手に残ったが、1102年にムラアビト町が奪還してイスラーム教徒の支配に戻った。全スペインの皇帝を自称したカスティーリアをアルフォンソ6世、一旦はバレンシアからイスラーム教徒を追いやったが、都市を保持し続けるのに十分な力は有していなかった。キリスト教徒は町を放棄する前に火をつけ、1109年5月5日には、 村人町のマスダリが占領した。はこの出来事を町の解放を進めた絵の感謝の意味を込めて死に残している。やがて村人町の影響力は後退し、新王朝のムワヒド町が北アフリカからやってきて台頭。ムワヒド町は1145年にはイベリア半島の主導権を握った。しばらくはバレンシア王権ムルシア王の通称ローボ王が ムワヒド町のバレンシアへの入場を阻止していたが、1171年には、ついに北アフリカの勢力によって陥落した。ムラービト町とムワヒド町というイスラーム教徒の二つの勢力は、1102年から130年以上にわたって、バレンシアを支配している。1238年、アラゴン王ハイメ一世は、アラゴン人、カタルーニャ人、ナバーラ人、 カラトラバキシ団による十字軍からなる軍隊を伴ってバレンシアを包囲し、9月28日には都市を降伏させ、5万人のムーア人がバレンシアを去ることを余儀なくされた。ヤナドの詩人は愛するバレンシアからの亡命を悲しんで作品を残した。イスラーム教徒の追放後、都市は征服の参加者の間で分割された。ハイメ一世は都市に対してバレンシアのフールと呼ばれる。 新たな特権を与え、この特権は後にはバレンシア王国全体に拡張さた。キリスト教徒の統治下で新たな社会や言語が発達し、今日のバレンシア人の特徴となる基礎を形成した。ハイメイッセイはアラゴン連合王国の構成国の一つとして、バレンシア地方にバレンシア王を築き、ユダヤ教徒、イスラーム教徒、キリスト教徒などあらゆる宗派が、 王国の市民として生活することを認めた。レコンキスタ時点のバレンシア王国には、イスラーム教と12万人、キリスト教と6万5千人、ユダヤ教と2千人が暮らしていた。1348年の国史病や、それに続く伝染病、さらには度重なる戦争や暴動によって、14世紀中頃には人口が減少した。君主制の行き過ぎに反発して、 王国の首都であるバレンシア市民が主導した反乱が起こったほか、1363年と1364年にはカスティーラ王国の攻撃を受け、早急な新主壁の建設を余儀なくされた。キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラーム教徒という三教徒の共存の問題もあった。ユダヤ教徒は水辺の土地に暮らし、経済的、社会的に発展し、その居住区域は、 周囲の教区内に徐々に拡大していた。レコンキスタ後にも都市に残ったイスラーム教徒は、今日の猛然ソレル市場となりに定住していたが、1391年には、ボーオートがユダヤ人地区を襲撃し、キリスト教徒への強制改修につながった。15世紀は、バレンシアの黄金時代と呼ばれ、経済発展を背景に、文化や芸術が花開いた。この時期のバレンシアは、 アラゴン連合国で最も人口の多い都市となっている。繊維製品が牽引する地場産業は大きく発展し、都市の銀行業務を支援する金融機関が設立された。1492年にクリストファー・コロンブスがカスティーリャ王国から新大陸航海に出発した際にはバレンシアの銀行家がカスティーリャ城イサベル一世に対して出資している。 世紀末には絹製品取引所であるラ・ロンハデ・ラセだが建設され、バレンシアはヨーロッパ中から商人を集める商業中心地となった。経済発展は芸術や文化の繁栄にもつながった。セラーノスの塔、1392年、ロンハ、1482年、ミゲレテ、サントドミンゴ修道院礼拝堂など、バレンシアを象徴する。 建物のいくつかはこの時に建設されている。絵画や彫刻の分野では、フランドルやイタリアの傾向が、バレンシアの、などに影響を与えた、和で彼ら、などのパトロンとなった、アルフォンソ五世の下で、文学も開いた。和1460年までに、騎士道小説、を執筆し、この物語は、ミゲルデセルバンテスからウィリアム・シェイクスピアまで、 後年の多くの著作家に影響を与えた革新的な騎士道小説だった。は、トルバドゥールが使用していた、オック語の代わりに執筆言語として、バレンシア語を用いた、最初期の詩人である。1499年から1502年の間には、ステゥディウム・ゲネラーレ、中世大学としてバレンシア大学が設立された。15世紀と16世紀、バレンシアは、中海岸で、 最も影響力のある都市の一つであった。イベリア半島発の印刷機はバレンシアに設置され、ドイツシュバーベンに本拠を構えるバレンシア公の監督下でランベルト・パルマルトとその協力者が1473年に印刷を開始した。ロマンス書語として2番目に早く聖書が印刷された言語はバレンシア語であり、1478年頃にによってバレンシアで印刷された。 ローマ教皇カリストゥス三世とアレクサンデル六世を排出したボルジア家はバレンシアの出身である。1492年、チェーザレ・ボルジアは17歳でバレンシア大主教に任命されている。スペイン王国が新大陸を発見するとヨーロッパの経済は地中海中心から大西洋中心の貿易活動に移行した。スペイン王国は カスティーラ王国とアラゴン連合王国が合併して成立していたが、新大陸の征服と作取はカスティーラ王国が独占し、カタルーニャ人、アラゴン人、マヨルカ人同様に、バレンシア人も大西洋をまたぐ貿易への参加を禁じられた。事業の喪失に直面し、バレンシアは深刻な経済危機に陥った。1519年から1523年には、 ハプスブルク家出身のカルロス一世に対してとして知られる職人組合の反乱がバレンシアで起こった。この反乱は君主制に対する反発、封建制に対する運動であり、1519年の国史病の流行前に都市から逃れていた封建貴族に対する社会的反乱の意味合いがあった。反イスラーム運動という側面もあり、アラゴン連合王国に住む キリスト教徒の再生福祉に住むイスラーム教徒の残留者に対する暴動を起こし、ムデハルにキリスト教への強制改修の義務を課し、アラゴン王妃、ジェルメーヌ・ド・フォアは残酷なまでに反乱の主導者を抑圧し、このことはカルロス一世への権力集中を加速させた。ジェルメーヌ・ド・フォアは100人以上の死刑場に署名したとされており、800人もの死刑が行われた可能性が、 カトリック領王時代の1502年、イスラーム教徒はカトリックへの改修か追放の選択を迫られた。これによって、カトリックに改修したイスラーム教徒をモリスコと呼ぶが、1609年にはユダヤ教徒とモリスコの追放令、モリスコ追放が出され、スペイン王国政府は1614年までの間に、モリスコに対してスペイン王国から離れることを命じた。 彼らはアラゴン連合王国の範囲に集中しており、アラゴン連合王国では人口の1、5、バレンシア王国では実に人口の1、3を構成していた。彼らの亡命によっていくつかの貴族は財政的な破滅状態に陥り、1613年には田浦で完備が破産した。ユダヤ教徒とモリスコの追放によって17世紀のバレンシアでは経済的な危機が深ま。 スペイン王国は農業労働力の多くを失った貴族を救うために努力したが、これによって都市の経済事情は悪化した。1640年から1652年には収穫人戦争が起こり、スペインの他地域から軍隊が到着、さらなる経済難の時代を迎えた。1702年から1709年まで続いたスペイン継承戦争時、 バレンシアは神聖ローマ皇帝カール六世の側に着いた。ブルボン朝軍はシャティバのような重要な都市を燃やしている。1707年4月25日にアルマンサの戦いでブルボン朝が勝利すると、フェリペ五世はバレンシアがカール六世側に着いた罰として特権の廃止を命じた。ヌエバプランタ王令によって特権が廃止され、都市はカスティーリアの直挙によって支配された。 これによって、バレンシア王国の政治的、法的な独立が終了。バレンシアの衰退が頂点に達し、バレンシア王国の首都はオリウエラに移転した。宗教的、文化的、政治的重要性を持つオリウェラは、バレンシア地方南端部の町であり、異なる総督領であるムルシアからわずかな距離にあった。このために、バレンシア総督数機教は、 バレンシア王国の首都移転に反対していたが、フェリペ5世はコルテスに対して、アントニオ・ベルーガ企業と面会するように命じた。オリウエラはスペイン継承戦争中に、バレンシアを砲撃、略奪しており、アントニオ・ベルーガ数企業は、フェリペ5世への抗議の意味を込めて、バレンシア総督の座を辞、フェリペ5世はついに折れて、首都の座をバレンシアに戻した。 バレンシアが有していた特権や諸機関が廃止されたことなどにより、市政の最高指揮官はもはや選出されず、代わりに国王がクラスマドリードから直接任命された。18世紀中には、バレンシアの経済が回復し、絹製品やセラミック産業が成長した。ブルボン朝、カルロス三世の治世、1759年から1788年、 の豊かさの例として、ジュスティシア宮殿が挙げられる。18世紀のヨーロッパは、啓蒙主義の時代であり、バレンシアでこの人文主義的理想は、フランスやドイツの思想家との関係を保っていた、クレゴリー・マイアンスや、ペレスバイエルなどに影響を及んだ。1776年には、国家の友人経済社会が設立され、バレンシアで、農業や工業などに、様々な改良を導入し、 文化的、市民的、経済的な制度を促進した。19世紀初頭に、フランス軍がスペインに攻め入った、半島戦争は、バレンシアにも影響を与えた。1808年5月23日には、ビセント・ドメネクエル・パリエテールなどに導かれて、バレンシア人が放棄し、フランス兵から城塞を奪還した。6月26日から28日には、ボンアドリアン・ジャノード、 モンセゲンスイが9000人の軍隊を率いてバレンシアを攻撃したが、モンセゲンスイは2度の攻撃でバレンシアを陥落させることに失敗し、マドリードに退却した。1811年10月にはルイ・ガブリエル・スーシェゲンスイがバレンシア包囲を開始し、バレンシアは1812年1月8日にフランス軍への降伏を余儀なくされた。1813年6月には、 ビトリアの戦いで連合軍がフランス軍に勝利したためフランス軍は1813年7月にバレンシアから撤退している。1833年にカルリスタ戦争が勃発するとバレンシアでは教会の財産の大半が地元のブルジョア人によって購入された。リベラル派と共和派は頻繁に衝突しラモン・カブレラ・イグリニを将軍率いるカルリスタ軍による 報復の脅威もあった。イサベル二世の知性は相対的に安定して都市が成長し、上水道、舗装道路、ガスなどのインフラが整備された。公共の水供給網は1850年に完成し、1882年にはバレンシアに電気が導入された。1866年以降には、私壁が取り壊され都市の拡張が容易になった。 1860年時点では14万416人の人口を有した。19世紀後半にはブルジョアが都市の発展を奨励し、土地所有者はオレンジの導入やブドウの栽培拡張などによって豊かになった。後継期に合わせてバレンシア語の伝統も復活し、1870年頃にはバレンシア語ルネサンスと呼ばれる運動が起こった。1894年には、 バレンシア美術サークルが設立された。20世紀にはスペインで3番目に人口の多い都市の座を維持し、工業発展、経済発展でもスペインの3番手を占めた。19世紀末には市街地が拡張され、1900年にはバレンシア銀行が設立され、1921年にはバレンシア機体機が完成した。1909年には バレンシア地方博覧会が開催されている。20世紀初頭のバレンシアは工業都市であり、絹産業は衰退したが、比較製品、木材、金属の生産やワインや柑橘類の輸出などが行われた。第一次世界大戦では柑橘類の輸出不振がバレンシア経済に影響を与えた。1936年のスペイン内戦勃発時には、 人民戦線がバレンシアを確保しており、1936年11月にはスペイン共和国の臨時首都となったが、1939年にはフランシスコ・フランコ率いるナショナリスト派がレンシアを掌握した。フランコ独裁体制下ではバレンシア語の使用が禁じられた。1949年にはトゥリア川の洪水で大きな被害を受け、では、 さらに深刻な被害を受けた。1960年代初頭には経済が回復し始め爆発的な人口増加を経験した。1957年の洪水後にトゥリア川の川床移設が行われ、1980年には旧川床が長さ 7km にわたって公園となった。民主化後の1982年にはバレンシア州が設置され、 バレンシアはバレンシア州の州都となった。バレンシア州政府はバレンシア語の教育を義務化している。1996年から2005年にはトゥリア川の旧川床に現代建築の集合体である芸術科学都市が建設された。1900年に213,550人だった人口は2000年には739,014人に増加した。 2006年7月3日にはメトロバレンシアでバレンシア地下鉄脱線事故が発生して43人が死去した。同時期にはローマカトリック教会の第5回世界家族大会が開催され、ローマ教皇ベネディクト16世がバレンシアを訪れた。2007年夏にはアメリカズカップが開催された。イギリスのグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークは 世界都市格付けにおいて、バレンシアをガンマに格付けしている。2011年のバレンシア都市圏の域内総生産は527億ドルであり、一人当たり28,141ドルだった。は、地中海西部最大の港であり、スペイン最大のコンテナ取扱い量を持つ港であり、スペイン第2位の貨物総取扱い量を持つ港である。 スペインからの輸出品の約20%を取り扱っている。2017年6月には一帯一路戦略を推し進める中国の中円海運高校に運営会社は買収された。主要な輸出品はオレンジなどの食料品や飲料であり、その他には家具、セラミックタイル、ファン、繊維製品、鉄製品などがある。バレンシアの製造業は夜勤業、化学工業、 繊維業、造船業、醸造業が中心である。地場産業は地域経済の重要な構成要素であり、経済危機以前の失業率はスペイン平均より低かった。1976年にはバレンシア郊外のにフォードの巨大工場が建設され、この工場ではフォードと資本提携関係にあった松田も2003年から自動車生産を行っていた。 世界的な大手企業では、ADC、DAC などの設計、製造を手掛ける、半導体メーカーアナログデバイセズ社の設計開発センターが存在する。狂気のバレンシア公営鉄道、150km 以上の路線網を持つメトロバレンシア、近郊鉄道のセルカニアスバレンシア、路線バスなどの公共交通機関がある。主要な鉄道駅は、バレンシア北駅である。 バレンシア市街地から 9km 西には、バレンシア空港が立地している。バレンシアの 170km 南には、アリカンテイコールエルチェ空港が立地している。という名称のレンタサイクルシステムが稼働しており、2012年時点で250のステーションに2750台の自転車が設置されている。 1499年に設立されたバレンシア大学はスペインに現存する最も古い大学の一つである。芸術学、人文学、工学、健康科学、科学、社会科学などあらゆる分野を学ぶことができ、105万5 0 0人、学士課程4万5000人、大学院、課程1万人の学生が在学している。2015年の世界大学学術ランキングでは、 世界301から400位、スペイン6の8位の大学に位置づけられた。アメリカ合衆国のボストンに本部を置く、バークリー音楽大学は2012年に芸術科学都市のに新キャンパスを開設した。スペインの国家公用語はスペイン語であり、バレンシア州の自治州公用語はバレンシア語であるため、バレンシア市の公用語はスペイン語とバレンシア語の二言語である。 バレンシア語が独立した言語であるか、カタルーニャ語の方言であるかは、長らく議論の対象となっている。バレンシアは、バルセロナに次いで、カタルーニャ語圏、第二の大都市である。市内では、バレンシア語よりスペイン語が優勢であるが、その教育システムのおかげで大半のバレンシア市民は、両言語についての基礎知識を有している。メトロバレンシアはの表示や放送は、バレンシア語が優先され、 新たに通りの名称を設定する場合には、バレンシア語で命名されている。自治体内にある70以上の州立学校が、バレンシア語のみで教育を行っており、バレンシア大学は、バレンシア語で、あらゆる学問分野を学ぶことができる。ロペゲベガの儀曲、バレンシアのカフは、バレンシアを舞台としている。ソビート連邦での上演の際に、アラムハチャトゥリアンが、 月季ふず音楽を作曲し、後に演奏会を組曲としている。毎年3月に行われる、ファジェス、サン、ホセの日祭りは、パンプローナのサンフェルミン祭、牛追い祭り、セビリアのフェリアデ・アブリル、春祭りと共に、スペイン三ン大祭りの筆であり、国際観光行事に指定されている。3月初めから行われる祭りでは、大小約600のファジェ、 ハリコ人形が街中に飾られ、最終日である3月19日、聖ヨセフの日にはほぼ全ての恥が焼き払われる。歯に分類され、近隣のカタルーニャ料理、ラマンチャ、ムルシア料理から影響を受けている。典型的なバレンシア料理には、パエリア、魚介類や肉類、鶏肉、うさぎ肉を添えた煮込みご飯料理、甘いペーストリーの揚げパンのトルティジャ、ピンチョス。 スティックパンのロスキリエータス、イカフライなどがある。バレンシアは大麦を使用した飲料のオルチャータ、発祥の地である。バレンシア CF は国際的な成功を収めたサッカークラブであり、リーガイスパニョーラでは6回、UEFA カップウィナーズカップと UEFA カップでは1回ずつ、インターシティーズフェアーズカップと UEFA スーパーカップでは2回ずつ優勝している。 バレンシア CF はメスタージャをホームスタジアムとしている。バレンシア CF の都市内ライバルはレバンテドであり、レバンテドはエスタディオシューダでバレンシアをホームスタジアムとしている。2011年にはバレンシア第3のサッカークラブとしてが設立され、2014年まではバレンシア近郊のマニゼスの2014年からはトレントのスタジアムで試合を行っている。 アメリカンフットボールのスペイン一部リーグであるレネフ2にクラブが在籍している唯一の都市がバレンシアである。バレンシアファイヤーバッツとバレンシアジャイアンツが本拠地を置いてり、両者もにハルディン・デル・トゥリアをホームスタジアムとしている。ファイヤーバッツは3回全国優勝している。2008年から2012年までバレンシア市街地コースで 海一のヨーロッパグランプリが開催された。市街地コースで海一グランプリを開催したヨーロッパの都市はバレンシア、バルセロナ、ポルト、モンテカルロ、モナコの4都市のみである。1999年からはロードレース世界選手権のバレンシアグランプリがバレンシアサーキットで開催されている。定期的にドイツツーリングカー選手権のスペインラウンドがバレンシアで開催されている。 バスケットボールクラブとしては、バレンシアバスケットクラブが本拠地を構える。2007年には、ヨット競技の第32回アメリカスカップが開催され、2010年の第33回大会もバレンシアで開催され、プロテニスの ATP ツアーであるバレンシアオープン500が開催されている。バレンシアは、以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。